え、名前ノーネームにしてるっていうか、なんかね、もともとノーネームなの。なんかアカウント渡された時からだろうね。そのさっきからの小声ってやつは推しが頭をよぎってるんだろうなって思ってたよ。レナも自分の気持ちに正直になるんだ。ドエレナにはならないの、ハナナ。え、どういうこと。どういうことなの。そう、ちょっとココハルームでね、あのアバターの買い方を学びました。だから変えたの。ココハにね助けてもらってる、マジで。アバターの買い方を教えてもらったし、ココハファンに。いつもレッスン終わった後の画面の配信の時に横から声聞こえるから。あ、でもね、公演終わりとかじゃないかな。ゆうねさんの配信見て、ゆうねさんにねハート送った。そうなの、配信見たの。そうそうそう、それはね、ゆうねさんにまた言おうと思ってたんだけど、言う機会を逃してしまって言えなかった。だからまた言おうと思って、ハートありがとうございますって感じだった。気づいてって思ったけど気づかなかった。おはようございまーす。おはようございます。どやりキャラ定番の花な。え、花花どやんの。よく花花どやるんだって。よく、なんで2回言ったんだろう。花花はどやるらしいです。え、かきさんいるとすぐわかる。嘘。推し欲しいって思ってんの。あ、3年以上いないの。え、そうなの。そうなんだ。え、嘘。そうなんだ。マジか。意志固そうだね。じゃあ、じゃあレナが推しになることはなさそうだ。もう推しだよね。でもそう、気づかれなかったの。そうだよ、アキレナをね推しにすればいいの。てか、まだ推しじゃなかったの。いや、推しだよもう。ね、何、初見、初見。初見何、カギレナって何。初見何、カギレナ。何しに来たんだけどね、俺は評価いいね。あれ、ノーネーム気づきにくいよね。シアターで見たかった。あ、え、嘘。ほのほの歌ってる時さ、どうやるかな。いいね、歯磨きの朝ごはん食べ終わりました。偉いね。7時半だって、やば、どうしよう。キレナコメント癖あるからすぐ。え、うっそー、ないよ。普通にね、思ったことをコメントしてる。え、まだ歌う時どうやんの。え、マジで。え、嘘。どうやってる、どうやってんの。なんか感想とかさ喋ってない。昨日はえびっくりマークにしてん、ルームでなんだか怒ってるって言ってる人がいたの。怒ってないよ、わかんないけど。何かわかんないけど怒ってないよ。7時半、おはよう。おはよう、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 おはよう。出直しになる可能性ゼロ。なんで笑ってんの。ゼロじゃないから、おかしいよねそれ。いや、てかゼロっていうか、なんでさ気づかないの。そろそろ気づきな、本当に。そろそろ気づいた方がいいよ。え、コメントもろい。え、マジで。おはよう。なんだ、自分で言ってたの。え、嘘、どやんでん、どやんだ。そうなんだ。おはよう、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 おはよう。あ、でも待って、このさ、この時間帯になったら逆に来るかも。人来た。8時までなら付き合える。え、大丈夫なのそれ。大丈夫、8時って遅刻しちゃダメだよ。ちゃんとさ行ってね、お仕事。いや、マジでなんでみんな気づいてないのって思うの。本当に本当にマジでね、なんでね、もうレナのことを知ってるってそろそろ気づけばいい話なのに、みんなね気づいてないの。なんで気づかないんだろうね、ほんと。
レナの班はね、鈍感な人がねたくさんいるんだよね、きっと。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。かきの好きかもしれん。いや、知れんじゃないの、だから。もう、なんで気づかないの。そろそろ気づきなって。ね、試験生いっぱい来た。かきの配信してて眠れなくなった。どうしてくれる。どうしてくれる、やばいな。どうしよっか、どうしよっかね。何言ってんだかね、やめて、その絵文字。何なのこれ、やだ、何これ。やだね。あ、そういうことか。3月123のイベントで、3月123あの名刺のやつかな。レナちゃんおっしゃった、あった、自分で確かめようって思ってるってこと。あ、準備しながら見てる、えらいね、えらい、えらい。配信してくれてありがとう、こちらこそ。そうなんや、 SK の方結構おるんや。我な、行ってきます、行ってらっしゃい。イエーイ、たち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 。え、どやりすぎ。あー、なにリハでってこと。リハでなんか、なんかあの歌い方が強い強いみたいな言われてたけど、めっちゃうまいのにね、めっちゃうまいのに。あ、裏では認めてるけど本人には言いたくないんだ。え、何この初見さん、点だけ送ってきたんだけど。絶対ハロー界隈じゃん。ハロー、グッモーニン。待って、朝メール決まってるよ、何時までか。え、まだ大丈夫か、今何時だ、分かんないけど。7時半で終わるって言ってたし、終わるか、そろそろ、分かんないけど。うん、2日ね、制服の目あるね、イベントもある3日。ハロー界隈。あ、7時35分か。そうなの、今日で90日連続なの、おめでとう、ありがとう。え、どうする、みんな、みんながまあもうちょっとしてほしいって言うなら全然するんだけど、してほしいって言うなら、まあ、してあげてもいいけど、どうする、どうする、してあげてもいいけど、みんながもうちょっとしてって言うなら、全然まあいいけど、どうする、みんなどうする。みんなどうする。電車移動中いいね、電車移動中。アンコール来ました、アンコール来た、アンコール、残業じゃん、残業じゃん、アンコールだと残業だよ、みんな。残業だよ、残業。あ、する、お腹いっぱいの人もいるらしい。あと10分、え、なに。いいね、乗り気で。じゃあまあ適当にあと10分15分ぐらい、してぜもらってもいいですよ。お互い上からなところがおもろいよね。してあげてもいいもかなりね、めっちゃ上からだけど、もうしてもらっててもいいですよとかさ、しててもいいんじゃないとかさ。いや、なんで、レナが残業だから、レナが残業だから、今レナが残業だから。今レナが残業だから、みんな、レナがしたいんなら聞いててやる。まあいいよ、聞いてて やってやってあげるよ、別にいいよ。どっちも上から。どっちも上からな、おもろいな。やされなでしょ、ちょっと止まったかな、大丈夫かな。残業コールね、アンコール来たので、アンコール来たので、あと10分ぐらいやってあげようかなって思いますね。配信してるなら見てる、え、ありがとう。コメ欄も残業なの、確かに確かに、そりゃそうね、
そっちも残業だよね。ね、おたかさん残業中とか言わないでよ。何それ。やだ。みんないいじゃん。みんな残業じゃないでしょ。公演のアンコールも残業らしいよ。そう。だからレナたちは、あの、アンコールでさ、着替えてる途中に、あの、タイムカード打ってます。実は。タイムカード打たないか。まだ。実はね、そういうことをやってます。裏で。まだ学校あるよ。まだ学校あんの。明日ある。明日、明後日ある。そう。だけどもう、やばい。やばすぎて。もう、いろいろ。こちらのお仕事がやばすぎて、もうやることが多すぎて、まあでもギリギリできてるからなんとかなるかなみたいな思ってる。だから学校行くか分かんない。行かないとダメだと思うんだけどね、多分ね。持久性とか言えば突っ込まれてる。未来は明るいね。ナイスナイス。おもろい光景。そう、実はタイムカード打ってんの。公演終わったらね、みんな一列に並んでタイムカード打ってるから。そうだよ。え、3月にね、制服レナで終わりです。もうやばいよね、学校のさ制服も。もうあと何回で終わりかと思ったら、あと何回でってか、あと数回で終わりかって思ったらさ、マジですごすぎてやばい。なんかあれだね、びっくりする。普通に朝から分かるよ。柿村、いや柿本なんですけど。ちょっといろいろ混ぜないでもらっていいですか。いろいろシェイクしないでもらって、忙しいなんていろいろ期待しちゃう。期待してください。もうみんなのね、期待がね、私の頑張る力になってまーすっていう、かっこよく言ってみました。今パッて思いついたことをかっこよく言ってみました。はい、おはようございます。ねえ、制服レナ やばくない。4月超えたらさ、制服レナさ、コスプレなんだよ。やばいやばやばい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 。売らないわ。売らないわ。ねえ、やばいよね。あ、かきれな、あ、かきれなすぎてた、あ、かきもととかきれながもう別人ですみたいになるってこと？いや、かきむらさんじゃないですから。シェイクやめてください。シェイクシェイク。おはようございまーす。おはれなでーす。おはれな、300円よっす。よっす。嘘やろ。エレナが着とった制服さ、あれな、300円なん。どうしよう、めっちゃ安いやん。レナの中では、まあ、スカートとか10万ぐらいで売ったるかって思ってたんやけど、内心メルカリコース行っちゃうかって思ったんやけど、どうですか。春からなんちゃって制服やばない。そう、パパママ着てたのだからなの。おはよう、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 カッキー、おはよう。なんか遅ない言うの。制服がコスプレになるとかほんまにやばいねんけど、無理。普通に、おはようございます。あれなの、制服10万いらん。ちょっとなんかみんなが買わへん額ぐらいで売ったろっかなと思ったんやけど、ダメか。あのグループのカッキーじゃないです。夏なら一番、冬なら3番、リアルやな、めっちゃリアル。10万は安いか。じゃあそういうこと言うと買う人出てくるから、いや売らんから。売らんからやめてよ。かきちゃん、え、初見さんなのに嬉しい。かき、かぎれのかきってことを知ってるんだね。やったね、やっほー、おはよう。買う人いないだろ、絶対に。絶対ないよ。何時今。え、普通にさ、眠気覚めたんだけど、やばくない？かきれな、よろしく。どういうこと。え、制服着るよ、トーク会で、名古屋の。
ピンクのセーラー服着んの。めっちゃ可愛いよ。マジ。マジ可愛いの。セーカー集めるしめ。あ、そうなんだ。おはよう。おはよう。7時42分だって。みんな大丈夫そう？時間。みんな大丈夫なの？時間。部屋に時計ね、あ、あるんだけど、なんかぶっ壊れた。ぶっ壊れちゃった。なんかね、引っ越しっていうね、引っ越しじゃなくて、なんかね、もうね、忙しすぎて、学校あっても向こうにいることも多いから、って感じ。夕方まで寝ないよ。今日はね、用事があるから、そうなの。昼ぐらいに起きるよ。昼前に起きるよ。ねえ、寝ると思われてる。夕方でも何もなかったら夕方まで寝るよ。呪文あげないから。なんで。おはよう。赤切れの赤切れ目が覚めた。よかった。寝るよ今から。寝るには寝るよ。朝メール送るよ。送る送る。教科書とかもう捨てちゃった。テスト終わって捨てちゃったよ。捨てちゃったんだよね。おはよう。紫の請求書かっこいい。理解。理解って何。朝メールはね、8時半だった気がする。8時半だった気がするから、ちょっと急いで送りますって感じだよね。確か8時か8時半だった気がした。8時半かな。え、怖いよ。どっちか分かんない。俺も今から寝る。仲間だね。行けばよく分かんないけど。昨日はよく寝れた。4時に寝たけど。じゃあ私も言うかね。え、なんで寝ちゃダメだよ。ずっと寝ダメだからね。ちゃんと行ってね、お仕事。ダメだよ、遅刻も。盛り上がり度高いのかな。いつも盛り上がり度見てないんだけど。ね、捨てんの早いよね、教科書を。やばいよね。8時半だった気がした、多分。朝から配信感謝。え、嘘、やった。あー、初見です、来た。おはよう。セミル来ないとね、怒る人ね、いるんだよね。わかんないけど。ミュークワークスが200になった。どういうこと。やばいじゃん。いつも見てないんだけど、何、盛り上がり動的なの見てない。新規さんが来やすいんだ。あ、マツバルのピンなんだ。レナはね、クロミちゃんなの。え、メイク大丈夫？間に合うの？急ぎな。急いで急いで。朝の3時半に寝たんだ。3時半だったらまだ起きてたわ、レナ。俺もメイクしね、しな。6184だね今。お仕事行ってらっしゃい。頑張ってね。頑張って。イエイエイエイ。ね、2500人超えてんの。あ、かぶらない。じゃあさ、バツ丸のピン送ろうって思ってるやつってさ、お揃いなの？ちょっと違うやつ。お揃いがいいな。じゃあメイクして学校行くの。最近メイクしてないね、学校行くとき。ずっとすっぴん。マスクしてる、だから。涙袋ないんだけど、今日の。メイクしてないから。やだ。マジでね、涙袋描くやつさ、本当にマジおすすめだよ。本当に漏れるから、あれ。あれマジ最強。あれ全人類買った方がいい。ね、30秒見たらね、閉じてそう。
え、なんで嫌なの？お揃い。いいよ、じゃあお揃いじゃなくていいよ。いや、お揃いがいいよ。なんでちょっと嫌な感じ出してんの？てんてんてんじゃないから。え、いいじゃん。花粉のせいで涙袋ができたの。めっちゃいいじゃん。ラッキーいいじゃん。でも目かゆいね。3月3日食べ放題チャレンジしてよ。元取れたら伝えて。え、仕事頑張ってね。で、ニャーがいいの。ニャーが、ニャーとかさ、コメントするの。大丈夫なの、コメントしてて。7時48分だって。じゃあ50分かな、終わるの。ずっと伸びちゃう、ずっと伸びちゃうんだけど。いや、リップの涙袋まで揃えたらマジかきれないになるから、ほんとにもうこの2個だけでかきれなだから、ほんとかきれないになろう、みんなで、みんなでかきれないになろう。あ、1時間経つとか終わってると思った。かきすぎるとやばくなる、マジで。でもほんとにね、涙袋は超大切だから、超大切だから。コメントが、え、ちょっと残業しすぎだよね。50分に終わります。はい、皆さんが私を見て遅刻しそうになってると思うので、タイムカード打ちますね、配信終わったらね。胃袋入れました。え、どういうこと？ご飯食べたの？1キロぐらいのご飯を食べたってこと？幸せじゃん、いっぱいご飯食べれるとか。だから仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、頑張ってね、ファイトファイト。働き者なんです私。使いありがと、大丈夫だけど、長いこと配信してた、なんか気づいたら時間に余裕ありだよ。だけど眠い。眠い。眠いって感じ。え、なんかさ、なんかアバターのさ、左半分がさ、緑色のアバターの人がたくさんいるんだけど、これは何かのあれなんですかね。はーい。仕事中ずっとニヤニヤしないで。あなたとご飯にしたの。いいね。起床から9分で通勤中。大丈夫、レダもね、起きて15分とか20分でね、もう電車乗ってるから。一緒だよ。JK と一緒ぐらい。速さ。家出る速さ。いい子でしょ、かぎれな。そうなの。いい子なんです。よくわかっておる。なんかさ、アバターの左半分緑じゃない？なんか100位の人たち、豆柴さんみたいな人とか、カエルとかメロンとか、なんか緑っぽい色のアバターがたくさんいる。かきれな納豆ね、あんまり好きじゃないの。そう、好きじゃないの。え、嘘。え、みんなは違うの？え、なんで左だけさ、めっちゃ緑じゃん。え、てか、なんか緑率多くない？今。わかんないけど。え、てか50分に終わるって言ったよね。じゃあ終わりまーす。さよならみんなお仕事頑張ってね。みんなお仕事頑張ってね。朝のメール送ります。頑張れ。みんな、ファイト！ね、頑張ってね、みんな。うん、夜会おうね。みんな頑張って。嫌だと思うけど頑張るんだ、本当に思ってるから。心の底からみんなに頑張れって。レナもね、学校本当にめっちゃ嫌いで行きたくないけどね、頑張ってね、みんな。朝一ありがとうね、おやすみ。おやすみとか言われちゃってる。
綺麗なんでるけどとか言っちゃダメ。今からみんなが頑張るんだから仕事今終わってないからちゃんと仕事行ってよ。今日行かないやん。それは言わないの？それ言わない内緒だから。それ言わないから。今から寝るとか今日学校休むとかそれ言っちゃダメなことだから。しよし頑張ってねみんな。おやすみー。あー間違った間違った。おやすみーじゃなくて頑張ってねおやすみ、おやすみー、おはよう。みんな頑張って、頑張れ頑張れ頑張れ。おやすみ撤回じゃあね。じゃあメール送りますのでメールに返信してくださいね。はい、行ってきます。行ってらっしゃい頑張ってね。偉いよ朝起きて。いやだおやすみなさいじゃないよ。みんな起きて。じゃあね頑張って。イエーイ。ほら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 じゃあねバイバーイ。みんな頑張ってね。頑張れー。ありがとう来てくれて。配信来てくれてありがとう。みんなありがとう。朝で忙しい時なのに来てくれてありがとうね。